オタハの秘密基地。どうをご覧の皆さん、こんにちは、オタハです。今日紹介するおもちゃは、これだユニークトイツ、アレンダお今日はロボットキングダムから届いたこのサンプルをじっくりレビューします。で、まず、いつもだと、あの、ビークルモード、うん、乗り物とか、そういったものからロボットに変形させるんですけども、今回は変形工程の わかりやすさ重視でロボットモードからレビューしていきます。さあ、それでは早速行きましょう。このおもちゃは何なのかというと、いわゆる僕がいつもよくレビューしているトランスフォーマーっぽい人で、このキャラクターはトランスフォーマー2010に登場した日本ではスプラング。だけど、まあ、スプリンガーと言います。早速じっくり見ていきましょう。まずはこの顔。このユニークトイズのメーカーって、こう、顔がすごく人間っぽいんですよね。うん。どれもイケメンです。 それから上半身。それから下半身。下半身すごい太ましいんですよね、うん。全体のプロポーションはかなりガッチリしています。背面はこんな感じ。うん。これ好き好きだけど、僕はこのがっしりした体型。あの、これはこれですごくいいなと思います。そしてこの色もうこの色完璧じゃないですかね。すごくいいです。材質は全体がプラスチック。 で、この足首のこの黄色い部分だけ、合金です。ここが触るとひんやりしています。うん。重量感も大変あります。可動範囲を見ていきましょう。頭部。このプロポーション的にちょっと気になるなーっていうのが、こう首がちょっとこう埋まってるんですよね。で、ここは二重ヒンジでこう展開させることができるんですけども、こう首がちょっとこう前に出ちゃうんですよね。うん。それさえ気にならなければ、 こんな風に調整してあげるといいです。それから腕。クリックが入っています。うん。肘。ここにもクリックが入っています。それからロール。手首にもロールがあって、指は下が3本。人差し指はこういう風になっていて、関節がもう一つあります。足、ダメじゃないか。 何時まで出かけてるんだいみたいな <laughs>。うん。指差しポーズもできます、うん。そう。あの、劇中のスプリンガーは、まあ、アーシーの、うん、彼氏なのかなボーイフレンドなんですよね。腰。ここも問題なく稼働します。それから足。足はこの、スカート一体が、こう、稼働しません。なので、まあ、ここが干渉するまで動くといった感じ。前はこんなもんですね。それから後ろ。 後ろは大きく稼働します。ここにはクリックが入っていて、横。うん。横はここまで。それから、膝。うん。ここまで。あの、触った感じそうだな。あの、マスターピースのウルトラマグナス。あれもそんなに大きく動かないんだけど、必要最低限の稼働といった感じ。足首を繋ぐのはここ。ここがこのように内側に稼働します。各部を動かすと、こんな感じでアクションできます。 どっしりしてていいですね。続いては武器。ブラスター。それから剣が付属します。これも大きい剣です。ブラスターと剣にはそれぞれこういったピンが付いています。なので、いわゆるトランスフォーマーでいうところのマスターピース持ちですね。手首にこのピンをセットして、剣を持たせるとこんな感じ。 ブラスターを持たせると、こんな感じ。アレンは変形するとヘリコプターになるんですけども、まあ、この部分ですね。この背中側。ここに、こんな風に取り付けることができます。あとは、このブラスター。この絵のグリップのところが、中に格納されて、ここにピンが出てきます。これを使って、ちょっと設定とは違うんですけども、この、この部分。ここがちょうどぴったりフィットするんですよね。 取り付けるとこんな風になります。スプリンガーの大きさは、物差しで測ると、お、25センチありますね。結構でかいです。さあ皆さんお待ちかね。大きさ比較。ちょっといろんなものと比較しましょう。まずは、わかりやすいところ。うん。トランスフォーマーレジェンズのスプリンガー。マスターピースサイズなんで大きさが全然違います。今日は2010特集ですね。じゃん。 マスターピースのホットロジマス。うん。まあ、こっちもマスターピースなんですけども。まあ、これは、あの、さっきお見せしたボイジャークラス。うん。ぐらいの大きさ。どんどん行きましょう。DX9、キャーリーさん。これと並べるといい感じです。こっちのアレンの方が大きいですね。うん。複数並べてみよう。このまま、どんどん並べていきます。じゃん。マスターピースのトランスフォーマー、ウルトラマグナス。うん。どんどん行きましょう。じゃん。 ユニークトイズのサンドストームっぽい人。本当は同じユニークトイズのブラーっぽい人があったんですけども、ちょっとどこ探しても <laughs>、あの見当たらなかったんで、出てきたら一緒に今度並べたいと思います。それからウィリーっぽい人。うん。こんな感じ。マスターピースサイズだとまあこんな感じかな。それからウルトラマグナスに付属のダニエル。うん。こういうのをここに置いとけば、トランスフォーマー。 201 0の世界観がこう再現できます。ああ、いいですね。結構揃ってきましたね。どうでしょう。だからこのホットロディマスとか、うん、この辺のスプリンガーっていうのは本当にボイジャークラス。うん。ここまで揃ってくると、あとはまだ出てないやつとか欲しいですね。アーシーのマスターピースっぽい人とか、カップとか、うん。その辺が欲しくなります。せっかくなんで、まだまだ並べていきましょう。DX9 のガルバトロンっぽい人。 おそれから、スカージっぽい人。<laughs> 全部一気に並べるとこんな感じ。それから最後、マスターグレードガンダム。うん。これが18センチ。大体の大きさが分かっていただけたかと思います。さあ、ここからですね。お待たせしました。変形。このアレンのすごいところはこの変形ギミックにあります。元ネタのスプラングは、ヘリコプター、そして車に変形するトリプルチェンジャー。 今回のこのアレンもヘリコプターと車に見事に変形します。まずはセイバートロン製のフューチャーカーに変形する車の状態をお見せします。よし行くぞ変形だ変形 <laughs> これのオタワテクニカルレベル。うーん、そうだなぁ。難易度は、えー、7ですね。7。とっても面白い変形をします。行きましょう。まずは腕。ここにカバーがあります。ここを開いて反転。<laughs> そしたら、ここにも腕のカバーがあります。ここにカバーがあると、こう開きそうな感じしますよね。僕も失敗しちゃったんですけども、こうじゃなくて、まず腕を曲げて、この下側、ここを開くんですね。で、これを開いた時点で、この中の腕が収納されます。ここ面白いです。それから、拳。これをこっちにして、反転。そしてこのカバーを下に下ろす。 そしたら肩。この黄色いパーツを180度回転させます。これで腕の変形完成。縮んでいますよね。うん、ここ。反転して。そしたら腕を曲げる。こう。そしたら皮を開いて。このようになります、うん。拳をこっちにして、反転して、下ろす。 このカバーを閉じる。で、肩のパーツを180度。こっちに向ければ完成。次は頭部。この中の二重ヒンジを起こして反転させます。こう。そしたら胸のパーツを開く。こういう風になっています、うん。そしたら反対側。このバックパックを上に起こします。そしたら腕の付け根。この後ろ側にヒンジがあります。 後ろ側に向けます。こう。そうすると、ここのロックが外れます。で、このパーツを持ち上げる。このパーツを展開したことによって、このバックパック、これがさらに上に稼働します。腕を外側に開いて、このようにします。で、この時に腕をもう一度変形させます。こっちに向けます。 そしたら、拳を収納した代わりに競り出たこれ。このパーツを、この軸で回転するので、この位置まで持ってきます。こう。そしたら、バックパックのパーツの裏側。このようなパーツがあります。これを展開して、腕をくっつけます。ここにピンがありますね。受け。こう。そしたら、今度は前側。なんですけども、ちょっと一回説明をします。この腰の横。 腰の横のこのパーツ。これがこういう風に展開するんですよね。これはヘリコプターの時のみ使用します。これだけ覚えておいてください。うん。したら、車体を、こう上に向けると、こういう風になります。うん。ここまで来たら、ここを変形させます。まずはコックピット。二重ヒンジを展開して上に向けて、さっき、ロボットモードの時の胸。これを再び元に戻します。 で、これ。このパーツを下ろす。で、最後に、コックピットのカバーを下げます。これで、ほぼ上半身の変形が完成です。こういう風になってます。さあ、次は下半身。まずはこの足首。これをどかして、前、後ろ、左右のピンを外します。全部で4箇所、カバーがあります。この下側。 ここに手を入れて、ご覧ください。ピンが外れます。横はここですね。これ。さあ次。後ろ。後ろはここですね。このウィング。このウィングを外す。そして、最後に横。順番はどうでも大丈夫ですね。4カ所のカバーをすべて外すとこのようになります。そしたら、足の根元。これを、こっちに曲げてください。そしたら、これが、 カバーになって、ここにくっつきます。これ最後にくっつきます。じゃあ次。ここ。ここが面白いんですよね。ここね、中に軸があって、こう回転します。ここまで来たら、ここ。ここを引っ張るとさらに、パーツが2つに分かれます。こう。これも後でやります。ここが稼働します。これを、こっちの正面のパーツをどかして、こっちまで持ってきてください。 そしたら、後ろから見たときに、この、ここ。ここにタイヤがある。このパーツ。これを倒す。ここまで来たら今度は足首。これを変形させます。これ前の部分ですね。前。それから後ろ。両方を外したら、今度はこっちをこのように稼働させます。うん、なぜかというと、ここで180度回転するんですよね。こう。前と後ろを反転させます。 そしたら、このようにします。で、黄色いパーツを、このようにします。で、ここまで来たら、すべてをロックさせます。まずは、ここ。そしたら、これが足首。うん。正面、足の正面、これでした。うん。ここ。このヒンジを縮めながら、こう縮めて、ここ。ここと、ここ。二箇所をロックします。そしたら、後ろ側。 まずはこの横のパーツですね。ここ。ここをロック。そしたら、ここ。これもちょっと見づらいんですけども、ここ。そしたら最後、裏側。これ。このパーツを。ここでロックするんですけども、この時のポイントは、ここ。ここがちゃんと回転するように、こう伸びるんですよね。軸の根元が。伸びます。ここを伸ばしきってください。目いっぱい伸ばしてから、ここで止めます。 これで完成。反対側も同様に行います。足首の軸を伸ばして、の前のパーツですね。ここ。横。うん、そしたら、ここは、ウィング。そして最後に、ここ。足の付け根をこっちに曲げる。そ,そしたら、正面を向いていたこっちのパーツ。これを、前に持ってくると。 でさらにここも伸びますここも伸ばしてこんな感じですねそしたらこのパーツこれをこっちに向けますそしたら足首の変形ここちょっとゆっくりやりましょう,こう上に起こしてこっちこれも上に起こしますでここを反転させるんですけども当たっちゃうんでこれも上に向けますでこの上側ここを180度回転そしたら再び つけますでこの黄色いパーツをこっちに向けますでここまできたら角部をロックしていきますまずはここを足首の軸を調整しながらロックそしたら後ろ側ウィングパーツ横でここまできたらこのカバー あ、ちょっと手順いろいろと、あのー、前後しちゃってるものもあると思うんですけども、まあ、基本的には干渉しない、うん、パーツをこう選びながら変形させていきます。こう。そしたら、カバー。こう止めて、左右を止めるピンが後ろ側にあります。ここで止めて、最後にここ。このパーツと止めます。こう。完成だ おおご覧ください見事に、あの、フューチャーカーに変形しました。うん。あの、変形工程、あの、結構こう、いろいろ動かしたんで、ちょっと分かりづらかったかもしれないんですけども、うん。まあ、基本的にはこの上半身を変形させて、下半身のロック、たくさんあるロックを外して、また再びこう、くっつけ直す。といったような変形でしたね。うん。見事です。で、これちょっと残念だなぁと思ったのは、ここ。 それから、ここ。これが同じ、まあ、いわゆるダミーパーツってやつなんですよね。この胸部が、ここに来てると。うん、それから、本来だと、まあ、ここが腕。うん。腕に当たるような部分なんですけども、まあ、腕はこの中に格納されています。ここが足首。うん。面白いです、うん。この前の方にかなりボリュームがあるようなプロポーション。で、この時のブラスター、それからソード。これをどうするかというと、うん、ここに穴が開いています。 ここにマウントすることができます。それからソード。ソードは、うん、ここに穴が開いています。まあ、なんていうのかな。あの、後でお見せするトランスフォーマーのボイジャー、ーボイジャークラスはここに剣が入っていましてね。うん、車体の後ろ。あの辺の処理は見事だったんですけど、まあ今回のこれはここですね。うん。そうするとこのようになります。もちろんこの状態でもコロ走行できます。 それから、いじってて思ったんですけども、ここのウィング。うん。ここにヒンジがあるんですよね。可動ヒンジがあって、ワンクリック、このように外に出すことができます。ロボットモードの時も、ヘリコプターの時にも使用しないヒンジなんで、もしかするとこういう、うん。見方もありかもしれませんね。あの、実際、あの、何かのスプリンガーの絵で、こう、ここのウィングがこう、外側に、こう、開いてるものもありました。うん。こんな感じ。一応、このコックピット、ここが開きます。 で、まあ、ちょっとこう、簡単な座席があります。ここに、ダニエルを乗せると、こんな感じになります。うん。まあ、ここにパーツがあるんで、こう、閉じることはできません。大きさ比較いきましょう。まずは、ボイジャークラス。うん。一緒に並べると、こんな感じ。横から見ると、すごく大きいことがわかります。 劇中のスタイルだと、うん、やっぱこっちの方が近いですね。こんな感じ。それから、マスターピースのホットローディマス。うん。あの、ロボットモードの時も大きさが全然違ったんですけども、このビークルモードでも違います。これの大きさがぴったりくるのは、まあ、キャリーさん。まあでも、キャリーさんよりもこっちのエレンの方が大きいです。ウルトラマグナス行きましょう。 おぉ。まあ、ウルトラマグナスは、うん、結構でかいんですけども、まあ、スプリーンがうん、じゃなくてエレン。うん、エレンの方が小さいです。ただ、なんていうのかな。こっちの方がスケールが大きい感じがしますね。大きい順に並べると、こう、こう、こうですね。こんな感じになります。さあ、そして最後の携帯、ヘリコプターに変形させます。変形それでは早速行きましょう。 あの、車に変形させるときに結構詳しく説明していたんですけども、まあ、今回のこのヘリコプターはとっても簡単です。まずは後ろ側。ここのロックを外して、このウィング。ここも外します。そして、ここのロック。これを外すと、ご覧ください。伸びます。で、このパーツ。これをロック。そうするとこのようになります。判定側も同様。 ここのパーツを外して、伸ばす。で、こっち側だけ、着陸客っていうのかなうん。これが出てきます。反対側にはありません。したら、こっちも止めて、ここのカバーを外して、左右を少し開きます。開いたら、タイヤを収納。うん。そしたら、左右をくっつけます。 さあ、ここからはさっきのロボットから車の途中ぐらいまでちょっとするんですよね。ちょっとやっていきます。まずは、このロックを外す。で、なんでかっていうと、さっきお見せしたここ。腰の横の、このヘリコプターの時だけ使うといったパーツ。これを出したいんですよね。そのためだけに、ちょっと一旦、ここまで戻します。で、この腰のパーツ。これを展開して、伸ばす。反対側も同様。 伸ばすこうですね、うん、そしたらまた元に戻します次はバックパックと腕これを一旦離して、うん、手をこう自由にさせてからここを回転させますこうこうですね で、ちょっとこの裏なんで見えないんですけども、ここにはまるピンがヘリコプターの時はこの角度なんです。こういう感じでくっつきます。そしたら再びここもくっつけて。さあ次は車体横のここ。さっきくっつけたロック。これを再び離して、こっちまで持ってきます。判定側も同様。ロックを外して前に持ってくる。次はこの部分を変形させます。ここだけ別パーツになっています。 ここを起こして、このパーツの裏側、着陸脚があります。こう。これを展開したら、このパーツをこう。このヘリコプターのウィングになります。そしたら、両側。ここを展開して、うん。このようになります。判定側も同様。ここ気持ちいいですよね。こう。着陸脚 こう反転して、このパーツを展開。そうするとこのようになります。ここまで来たら、片側ずつ、この横をくっつけます。ちょっと裏から見てみましょう。これポイントは、このパーツなんですよね。これは何のためにあるのかというと、ここのウィング。ここがヘリコプターの時にガクガクしちゃうんです。それを防ぎます。全部で3箇所。これをロックしていきます。 まずここをロックして、このパーツ。こうですね。判定側も同様です。ちょっとこういう風に繰り返しちゃうんで、ちょっと離れたところからやりましょう。まずはこの車体横。ここをロックして、そしたらこのパーツ。見えるかなここにロックがあるんですよね。車体をくっつけて、ここ。 そしたら最後にソード。この真ん中の部分。ここを引っ張ると、ロックが解除されます。そしたらこれを反転して、再びロック。こう。そしたらここで、くっつけます。完成ヘリコプターモードだーおー 実は今回のアレン、このヘリコプターの状態が一番でかいんですよね。あの車の時は大体このぐらい。ここからさらにでかくなりました。うん。ここも勢いよく手動で回ります。うん。それからさっき、この展開した腰の横ですね。このパーツを展開することによって、ここが内側にこう入り込むのを防ぎます。ちゃんとロックされています。 全体の形状はこんな感じ。うん。再び大きさ比較。ウルトラマグナス。スプラングじゃなくて、アレン。うん。ウルトラマグナスと変わらないぐらいなんですよね。でかい。キャリーさんを横に並べるとこんな感じ。最後の比較はトランスフォーマーのボイジャークラス。 大きさが全然違います。このヘリコプターモードの時のブラスター、フューチャーカーの時と同様に、まあ、ここでもいいんですけども、実はこの裏側のここここにも、あの、ぴったりはまる穴があります。でもここがちょっとこう、干渉しちゃうんですよね。この黄色いパーツ。だからこう、うまくはまりません。ただ、この洗在写真の時に、ちょっとこう、形崩れちゃうんですけども、 こうかな。こういう状態にしてた時があったんですね。で、これだと、クリアランスギリギリで取り付けることができます。そうすると、こういう風になります。まあ、元ネタのスプラングの、ここがこういう形状ではなかったんで、あれなんですけども。まあ、これでも良ければ、こういう風にマウントできます。ヘリコプターモードは、こんな感じ。変形 <laughs> というわけで、今回の、ユニークトイスト。 アレンのレビュー、いかがだったでしょうかもう自分の素直な感想を言うと、まず届いた時でかって思ったんですよね。でかいと思ったんですけども、まあこれ、マスターピースサイズって考えると、割と納得がいくというか、まあ横にあるガルバトロン、それからキャリーさん、うん。そして奥にあるウルトラマグナス、この辺とこう並べると、割と違和感がないんですよね。いかがでしょううん、僕はそんなに違和感を感じなかったんです。 うん。で、今後、こういったサイズの、まあ、2010関連のアイテムっていうのが、こう、どんどん出てくるとするなら、大きさ。それから、あとは何て言っても変形ギミック。これが本当に素晴らしい。個人的には僕好みの変形をします。まあ、一部分、ダミーパーツを使用しているんですけども、それも含めて上手にアレンジされています。ユニークトイズだと、前回レビューしたこのサンドストームっぽい人。これがめちゃくちゃ難しかったんですよね。まあ、その反省を受けてなのか、変形難易度はそんなに難しくないです。 さあ、これの金額なんですけども、ロボットキングダムで99.9ドルで購入できます。まあ、日本円にすると、まあ、まあ、約100ドル、うん。それを、えー、計算すると、一えっ、ー、と、9900、えー、いくらなんですよね。1万円切ってます。まあ、今の円相場なんですけども、うん、僕は、まあ、はっきり言って、今の日本で、このぐらいの大きさの、まあ、変形玩具、1万円で、うん、多分、どこも出せないと思います。うん。 品質や材質、塗装を含めて、あの価格に見合ったアイテムだと思います。気になった方、ぜひゲットしてみてください。今回の動画、面白かったなぁ。楽しかった。参考になったという方、チャンネル登録や、厚い高評価、どうぞよろしくお願いします。あと、どんなことでも結構です。おー、たわー。あの変形見たけど、これすごいかっこよかったね、とか。あ、こうやってみんなと、ずらっと並べると、いいねー、とか。他にも、今回のアレンのことや、トランスフォーマー。 他のトランスフォーマー非正規のことなど、どんなことでも結構です。みんなからのコメント、待ってます。それでは、次の動画でお会いいたしましょう。おたでした。